県内4つの高校や中学校で吹奏楽部などに所属する学生およそ70人の前に登場したのは、ブラストの公演で主要メンバーとして活躍する石川直樹さんなどの4人です。ブラストは打楽器や金管楽器の演奏とダンスなどのパフォーマンスを組み合わせた世界的に人気の総合エンターテインメント。そんな憧れのプロから直接指導を受けることができるとあって、日々楽器の練習に励む学生たちは真剣な表情で取り組んでいました。欠点とかその上達するために必要なこととかを教えていただけたので、いい機会になりました。スティックパフォーマンスとか、叩き方もそうなんですけど、目につけるものがもうすごい印象深かったです。今日話をさせてもらったことがみんなのこう前に進む助けになれば嬉しいなと思います。ブラスト広島公演は広島文化学園 HBG ホールで9月10日に開催されます。